ジェイコブ・バーンズは、オーストラリア出身の元サッカー選手。現役時代のポジションはミッドフィールダー。地元クラブのシドニー・ユナイテッドでキャリアをスタートさせた。その後、パラマッタ・パワーを経て、2000年に FA プレミアリーグ、リーズ・ユナイテッドへ移籍。しかしリーズに在籍した3年間で、出場11試合のみにとどり、2003年10月17日に、バーンズリーへ、 自由移籍で加わった。91試合に出場8ゴール1アシストを記録し、キャプテンとしてもクラブを任された。2006年にポーランドの競合オビスはクラクフへ移籍しかしクラブの信頼を勝ち得ることはできず、2008年 FC ユニレアウルジチェに移籍する。2008から2009シーズンにはクラブ史上初のリーガ1優勝に貢献をするものの、 2009年5月4日にパースグローリー FC へ3年間の契約で移籍が決まった。2014年4月4日、現役引退を発表した。オーストラリア代表としては2000年に行われたスコットランド戦でデビューを果たした。2009年6月17日、2010FIFA ワールドカップアジア予選の日本戦に後半から出場した。ウニレア・ウルジチェニ。 ありがとうございます。